はい、おはようございます。昨日は震度5弱の地震でビビりました。ビビったジャン君とビビったポンちゃんです。そしてすごく偉かったのは自分からキャリーに入りました。ちょっと誘導したけどね。でも、逃げ回ってですね、キャリーに入ってくれないっていう予想をしていた分すごくびっくりしました。まあ固まってたからね、どうしていいか分かんないんだけどっていう風になっていたので、誘導しました。ポンちゃんも素直に抱っこされて、抱っこっていうかね、持ち上げられてキャリーの中にちゃんと入りました。キャリーに入ってからは不安だったので、ポンちゃんはずっと泣いてたし、ジャン君は扉を開けようとしてもがいていましたが、そこから1時間ぐらい経って、外に出る時もそーっと開けるっていう形で、嫌な感情を起こさないように、もう怖いっていう思いをさせないように気を配りました。そこがパパとママ偉い。猫はそういう時に嫌な記憶を持つと二度と入らなくなりますので、気をつけましたよ。次の時もちゃんと自分で入ってくれるようにお願いします。さて、今もう夜になっていますが、昨日は地震で、ちょっと大騒ぎだったので、ジャン君ポンちゃんを置いて外に出るわけにいかず、様子を見ていました。そして今日1日経ちました。さあ散歩に、散歩といってもですね、歩くと2時間くらいかかっちゃうので、自転車でぐるぐるっと回ってこようかという案が今出ています。さっと行ってさっと帰ってきて、ジャン君たちと、何かあった時にはね、いてあげないとということで、今日もちょっと揺れたしね。そうなのよね、南海トラフとは別物ということで、大丈夫かとは思うんですが、ちょっとだけ行って帰ってこようかね。ジャン君お願いしますね。暗くてよく見えないけど。ポンちゃん真っ黒で全然見えませんが、ポンちゃんもよろしくね。すぐ帰ってくるからね。じゃあね。行かね、ポンちゃん。ポンちゃん行ってきます。